ってからすぐに112万、4ヶ月目で月商835万、5ヶ月目で月商1605万になりました、うん、スタンプぐらいだったら押してみようかなっていう、ちょっとずつアクションすることに慣れていってもらうっていうのすごい大事ですよね、ライブではね。皆さんこんにちは。こんにちは。今回インスタ1300フォロワーで月商1605万円を売り上げた受講生のねハッピーさんと一緒にですね、少数フォロワーマーケティングについて実績の声ね、ちょっといろいろノウハウとか聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ハッピーさん、今のですね業種簡単に教えていただいてもよろしいですか。主にインスタグラムを使って、うん、SNS マーケティングを教えるコンサルタントをしております。主にインスタ活用した集客コンサルという形で活動していらっしゃるということで、差し支えなければご年齢とかも教えていただいてもよろしいですか。現在39歳です。見えないです、39歳なんですね。もっと10歳くらいは若いかと思ってたんで入学のきっかけってところもね聞いていきたいと思うんですが、正直 SNS のスクールとかコンサルってめちゃめちゃ多いじゃないですか。その中で弊社を選んでいただけた決め手っていうのはどういったあたりだったんでしょうか。北野さんの YouTube を先に拝見させていただきまして、めちゃくちゃ惜しみなくですね、いろんなノウハウを提供されてまして、それからインスタグラムの方に登録させていただいて、そこからライブを聞いて、はい、北野さんのところで学びたいと思って入りました。ありがとうございます。ぶっちゃけうちの学科も正直結構高額なんで、最初結構ね打ってちょっとどうしようか迷われる方もいらっしゃったりするんですけど、その辺とかは特に迷いもなくスパッと決断された感じ。あ、まあ、そうですね、安くはなかったですけど即決で決めました。行動力と決断力があるからこそ突き抜けた、ね、結果出せるっていうところもあると思うんですけど、入学前の状況ってところもね具体的に聞いていきたいと思うんですが、入学前って商品はあったんですか。もともとツイッターの方で発信をしていたので、うん、ツイッターで発信してた時の商品はあったんですけれども、はいはい、インスタグラムに移行してからっていう形ですと商品はない状態でスタートしました。うちに来てからコンセプトとか一回見直させていただいた時に、集客面とかって入学当初ってどうだったんですか。入塾する前は1日に1リストも入ってこない状態 で、 ああ、そうなんですか。最初の1週間とかは1人とか、本当そんな感じでした、うん、集客ほぼゼロか数人ぐらいのところからスタートしていって、で実は1回ね前に実績のお声取らせていただきましたけども、その後も入学後のね変化ってところも具体的に教えていただけますでしょうか。まず入ってからすぐに112万の収益になりまして、1ヶ月後で208万、2ヶ月目、3ヶ月目と上がっていって、4ヶ月目で月商835万、5ヶ月目で月商1605万になりました、うん、すごいですね。1605万、835もかなりすごいですけど、それの倍をいくっていうね売り上げ上げていらっしゃるということで、何をどういじったらこれだけのね成果が出せるのかって皆さんめちゃめちゃ気になってる人も多いと思うんで、それについて今日ねハッピーさんにねぼりはぼりいろいろ聞いていきたいと思うんで、ぜひ最後まで見ていただきたいと思うんですが、インスタ集客部分から聞いていきたいと思うんですが、ハッピーさんのインスタをね画面共有しながらお話をね伺っていきたいと思います。今ね画面に映ってるのがハッピーさんの今のインスタグラムになります。ご覧の通りまだね投稿数も67投稿しかなくて、1361フォロワーっていうね本当に初めて数ヶ月のアカウントですけど、ここから4ヶ月目で800万、そして5ヶ月目で1600万マネタイズできているって、その秘訣いろいろ聞いていきたいと思うんですが、ハッピーさんがインスタグラムでここまでの成果を出した一番のきっかけ理由って何だと思いますか。一番はやはりライブですね。インスタライブを極めたことだと思っています。今ねインスタライブすごい重要だよって僕もね結構インスタとかで発信してるんですけども、ライブのねテクニックっていうところも聞いていきたいと思うんですが、ハッピーさんはどれぐらいの頻度でライブとかされてらっしゃいますか。最低でも週に1回はライブをするようにしてまして、多い時ですと1週間連続でやってみた時もあったんですね。1週間に1回とか定期的にライブを行うことで、毎回見てくださる方というのが徐々にですけれども増えていきました、うん、ライブやっても最初本当2人しか集まんなかったよとか0人だったよって言ってやめちゃう人めっちゃ多いじゃないですか。ハッピーさんも一番最初はそんな感じだったんですか。一番最初のライブは5人から始まって、うん、減ったり増えたりはあったんですけれども、そんな感じからのスタートで回を重ねるごとにどんどん増えていったっていう感じです。ハッピーさん最初は5人からスタートということで、そこからちょっとずつね発信を続けていって、今では同時接続数だと何人ぐらい行きますか。今はだいたい60人ぐらいの方が常時見ていただけてる形です、うん、あ、素晴らしいですね。5人から60人ってねわずか数ヶ月ですけどねそこまでね多くの人に見られるライブになったということですが、そもそもライブのテーマだったりとか、どれぐらいの時間やればいいのかとか、どういう内容をライブで喋っていけばいいのか気になる人も結構いると思うんです。そのあたりもちょっと教えていただいてもよろしいですか。ライブの時間はいろんな時間帯やってみたんですけれども、うん、私がやってるのは夜の10時もしくは11時にやっています、うん、だいたい1時間ぐらいです。
ですね、うん、私のフォロワーさんは夜に見てくださる方が多いので、うん、その一番見てもらいやすい時間帯っていうのを意識してやるようにしています。ハッピーさんのターゲットの方っていうと会社員をしている方が多いのか、それともすでにビジネスやってる方でいうとどちら？すでにビジネスをされてる方がほとんどですね、うん、ってなると確かに夜10時とか11時ぐらいの方が見られやすかったりするかなと思うんですが、1時間のライブの中で最初の10分間何を喋ってとかっていう、うちでも学科でも教えているそのライブの構成っていうのがあると思うんですが、ハッピーさんはどういう流れでライブのトークを進めていらっしゃる感じですか？具体的にはですね、フォロワーさんが興味を持ってくださるようなタイトル作りというところから意識しています。例えばタイトルに数字を入れるですとか、具体的に何ヶ月で月何百万を収益化した方法、具体的な手順といった流れで興味を引くような内容にしています。タイトルがしょぼいと正直ライブって見られなかったりしますけど、タイトルが具体的であればあるほど本当に視聴者数って倍ぐらい変わってきたりしますので、まず一つ目のポイントはタイトルがめっちゃ重要とね。じゃあ2つ目のポイント、構成だったりとか話す内容についてもちょっと教えていただいてもよろしいですか？構成としては最初にフォロワーさんにアクションをしてもらいやすいような問いかけというのを意識しています。と言いますと？例えば今日は月150人安定して集客している具体的なステップについてお話ししていくんですけれども、ちなみにコロナ禍で集客に困っている方っていらっしゃいますか、といった形で、うん、はい、いいえで答えられそうな質問を投げかけて、うん、それに対してコメントをしてもらうのではなく、気軽な感じでもし集客に困っている方いたら好きなスタンプを送ってくださいですとか、うん、そういった形でコメントしやすいような空気を作っています。確かに初めてハッピーさんのライブ見た人ってコメントするのはちょっとハードル高いけど、スタンプぐらいだったら押してみようかなっていう、最初のそういった入り口でちょっとずつやっぱアクションすることに慣れていってもらうっていうのすごい大事ですよね、ライブではね。そうですね、そのアクションをしていただくっていうところをやはり一番重視していて、一回そこでアクションをしていただけると、はい、その後もコメントのハードルというのがぐんと下がるので、コメントが続くようになるんですよね。確かにこれ一個ノウハウですよね。先にコメントをさせるのではなくて、まずスタンプを押してもらうところから始めると。これは確かに皆さんも参考になるんじゃないかなと思うんですが、本題で話す内容の部分でノウハウをどこまで出していいのか、逆にお役立ち情報だけ話してても飽きられちゃうんじゃないか、そういった、ね、方とか見ると思うんですが、このあたりってハッピーさん的にはどういうふうに話す内容を使い分けてますか？基本的にノウハウはしっかりお伝えするんですけれども、うんうん、そのノウハウをただ話すのではなくって、必ず私は気づきを与えるというのを意識して話をしています、うんうん、ノウハウであれば本当にそれこそ YouTube ですとか Instagram にいろんなノウハウっていうのはもう出回ってると思うんですよね。なのでそのノウハウをいかにすごく聞こえるかっていうんですか、ただ集客するためのポイントは〇〇ですっていうんじゃなくて、事前に質問をさせて答えていただいて、その答えに対する私が話すことっていうのは何なんだろうっていうワクワクしていただく状態っていうのを作りながら、ポイントの一つ目はこれですってお伝えするっていう形ですね。すごいよくわかります。一つの結論を言うときに答え先に言っちゃうと、人ってその答えに価値感じないけど、前置きの段階で例えば今日じゃあライブの話をしますって言ったときに、このライブができるとこうでこうでこんな結果手に入ります、逆にこの方法知らないとこうでこうでこんなことになっちゃうんで、ぜひ今日のライブめっちゃ重要なこと話すね、最後に見てくださいねっていうような価値づけをした後で結論を言うと、その結論っていうのがすごい重要なものであるというふうに価値を感じて聞いていただけるっていう、これ重要ですよね。このライブ配信って確かにうまくやれば少ないフォロワー数でもう売り上げ上げる人みんなインスタライブやってるので、皆さんもぜひねスタートしていってほしいなと思うんですが、ハッピーさんの場合ってライブをされていらっしゃるってことはもちろんそうなんですが、切り抜きをリールに上げているっていう感じですよね。はい、切り抜き作るときに何か意識してるポイントとかってありますか？なぜ私がライブの切り抜きをリールにしたかと言いますと、リールがライブに来ていただくまでのワンクッションだと思っているんです。ライブですとどうしても1時間まとまって見るっていうのがなかなか撮れない方っていうのもいらっしゃいますよね。ライブのハイライトというんですか、大事なところだけをまとめたものをリールとしてインスタに上げることで、そのリールを見てくださった方がなんかちょっと面白そうだからライブに行ってみようっていう、そのきっかけになると思っていて、まずは90秒のリールで私が普段ライブでどういうことを話しているのか、どういうライブをしているのかっていうのを知ってもらった上で、次回もしライブをやっていた時に、あ、ちょっと見に行ってみようかなって思ってもらえるような流れを作っています。あ、素晴らしいですね。投稿を結構見させていただいたんですけども、最初は結構フィード投稿でね、こういうカバー付きでやられてましたけど、ライブの切り抜きのリールっていうのを最近メインで上げていくことで、どこをしてもねハッピーさんのこういったリールとかっていうのが流れますし、これ実際にハッピーさんのインスタライブの映像なんですけど、これを切り抜きとして90秒のいいところだけ、話がまとまってるところを切り抜いて1個のリールにしている。実はこのやり方ですね、僕も実践しておりまして、例えばこういった過去のリールとか見た時に、基本的に僕もインスタライブの切り抜きっていうのをねずっと前からこういうアップするように
してるんですけど、これをやると本当にですね、あ、北野さんのリールいつも見てます、時間があったら今度北野さんのライブもちょっと気になってたんで見に行きたいですってメッセージが来るようになったりとかして、結果的にライブへのハードルが下がるんですよね。なので日頃からこのライブの切り抜きっていうのはまだあんまりやってる人がいないと思うので結構穴場なんですけど、すごい強力です。皆さんぜひ参考にしてほしいなと思うんですが、あとはですね、インスタグラムといえば何といってもストーリーズの活用がめちゃめちゃ重要っていう話があると思うんですけども、ハッピーさん、このストーリーズを活用する上でも何か意識してるポイントとかありますか？日頃からストーリーのアンケート機能にアクションしてもらうってことを意識しています。例えばこのスタンプって言ってね、正しいファンマーケティング学んでるとかです、イエスとか、あなたはどっちっていうのでね、僕だったら地図を手に入れるって方に今押しましたけど、こういうアンケート取ってもらうっていうのも一個のアクションですよね。そのアクションを入れることによって日頃から私の投稿やストーリーにアクションをするっていう癖をつけていただくことで、ライブに参加していただいた時もコメントしやすくなったりですとか、コメントしやすい雰囲気っていうのを作るようにしています。確かに1回のライブでコメントしてもらおうと思ってもなかなかね、人ってそこまで行動してくれなかったりするから、日頃のこういう積み重ねなんですよね。ちょっとスタンプを押してもらうとか、リールなんかコメント書いてもらうとか、そういう細かい施策っていうのがすごい重要ですね。 LINE アットの配信についても聞いていきたいなと思うんですが、ハッピーさんも今ね、こちらのインスタ知識ゼロから5ヶ月で3309万マネタイズした PDF とか、まあ、動画講義プレゼントされてると思うんですが、今この LINE 公式アカウントリストって今どれぐらい入ってますか？月だいたい150リスト、5ヶ月で650人ですね。その650人のフォロワーさんに対してハッピーさんも LINE の配信っていうのもね行っていると思うんですが、この LINE の配信で意識しているポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか？冒頭の1行目に興味を吹くような文章にしています、うん、思わず開いたくなるような文章にしています。例えば〇〇さんこれいりますかって言ってプレゼントしたりですとか、堅苦しくならずに本当にお友達から LINE が送られてくるような文章で書くようにしています。いわゆるそのビジネス誌を消して本当にハッピーさん個人から個人 LINE 飛んできたぐらいの感じのフランクな、そういった配信っていうのがすごい受けてるっていうことですよね。はい、そこは意識するようにしています。本当に LINE ではね、いかにビジネス誌を消していくかってところがすごい重要だったりするので、特にそのためには LINE 開封率を最大化させるっていうためにも、僕とかもよくやるのが、今ちょっといいですか、大変なことになりました点点点とかね、どうしたどうしたって結構開かれたりするんですけども、そういう第一分はこだわるっていうのは結構重要ですよね。最終的に販売の動線についてもお伺いしていきたいんですが、基本的に今 LINE から Zoom セミナーっていう感じですか、それとも LINE から個別相談？もともとは LINE から個別相談っていう形を取ってたんですけれども、ちょうど1ヶ月前から LINE からセミナーのご案内に切り替えたところ、収益が2倍に増えたというところがありましたので、今後はそのセミナーのご案内をしつつ、個別で詳しく聞きたいという方は個別も残しつつという形で2本と柱でやっていこうかなというところです。個別が得意って人もいれば、 Zoom 少数勉強会とかセミナーがセールスが得意って人で結構分かれるとこなので、個別入れてるって人は個別で行ったらいいし、個別とセールスでちょっと両方テストしてみるっていうのもね全然ありだと思うんですが、こっちとかもね Zoom セールスとかのノウハウとかあったりするんですが、ハッピーさんが最後にセールスとかで意識しているポイントとかがあればなんか教えていただいてもよろしいですか？売ろうとか自分が稼ごうとか、うん、そういうことではなくて、その目の前の人を救おうっていう気持ちでやっています、うん、そのためにはセミナーでも最大限の価値を提供しようと思いますし、セミナーの中で思いを伝えるっていうのをすごく大事にしています。私はこういう思いでインスタで発信していますですとか、こういう人を救いたいっていう思いでこういうマーケティング講座を開いていますっていう形で、自分がなぜやってるのかっていう思いをしっかり伝えることで、それが参加してくださった方に届いて今のような結果になったのかなと思っています。ハッピーさん自身の自分スクールに対してミッションだったりとか思いビジョンっていうところをしっかり共有できているっていうところが一番大きいですよね。これめちゃめちゃ重要なのでね、ミッションビジョン価値観の共有っていうところをねしっかりできているっていうところも素晴らしいですね。最後ですね、今日動画見てくださってる方でこれからね、ライブやってみようかなとか、インスタまだ初心者だけどこれからやっていきたい方いっぱいいると思うんです、一歩踏み出したいっていう方に向けて何かハッピーさんから一言言葉を投げかけてあげるとしたら、どんなお言葉を投げかけたいと思いますか？ライブに関してで言うと、なかなか最初は勇気がいると思うんですが、フォロワーさんに価値を届けるというところで言うと、フィード投稿ですと10枚が限界ですし、リールでも90秒が限界なんですが、ライブですと時間関係なくフォロワーさんに価値提供ができるというところで、やはり伝えられる情報の量っていうのが違うと思うんですよね。またライブをすることでフォロワーさんとの双方向のコミュニケーションができるので、ライブを見てくださった次の日はストーリーをまた見てみようっていう形で、どんどん
どんファンになっていくっていうスパイラルができていくと思うんですよね。なので今あなたがちょっと一歩踏み出せないと思ったとしても、まずはやってみることで改善点っていうのが絶対見つかってくると思うので、はい、その改善点を一個一個潰していくことでもうライブっていうのは上手くなっていきますし、その分自信もついていくんですよね、うんうん、まずはやってみるっていうところ、ぜひこの動画を見てくださってる方でもしそういう方がいればこの動画が参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。今日の内容を踏まえていただいた上でですね、皆さんもぜひインスタグラム攻略していっていただけたら嬉しいんですが、最後にですね、概要欄の方でハッピーさんのインスタグラムと LINE アット貼っております。 LINE 公式アカウントもハッピーさん配信上手ですので、ぜひねチェックしていただけたらね嬉しいなと思いますし、また今登録いただくとね、ハッピーさんからもプレゼントいただけるとのことですので、こちらもぜひチェックしてみていただけたらと思います。それではね、ハッピーさん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した、今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンで無料ズーム勉強会というのをね日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの名文字でねメッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね参加特典としてこちらに出ているね豪華6大特典もね無料でもらえますので、ぜひねセミナーの方もご参加いただきたい嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。